はい、どうも、モンキーダイブです。というわけで、今回はこちらのオリパーをカフェしていきます。こちらのオリパーは1パック50円のオリパーとなっているわけですが、なんとですね、こちらのオリパーはアルファベットオリパーという名前で売ってて、なんか店員さんによるとね、こちらの、例えば流速記号 D2 リャンペイコだったらこの D が入っているから、こういうアルファベットの入ったカードだけが入っているというものらしいです。で、1パック50円でね、18パック買って900円。なんと、こんだけ買って900円という激安オリパーでございます。なのに、50円オリパーなのに、当たりの、が、ラストストームダブルクロスのシークレット。まあ、だいたい2000円ぐらいで売れるようなね、2000円以上で売れるようなカードが入ってるということでですね、しかも、これ数量限定っていうか、そんな店員さんたくさん作ってないんですよ。アルファベット選ぶのめんどくさいからね。で、今これ僕18パック買ったわけですけど、100パックしかないんですね。100パックの中に、その当たりが3枚、ラストストームが3枚も混じっているんですよ。ってことはですね、僕今900円で18パック買いましたけど、ラストストームが入ってる確率がだいぶ高いということで、さあ、期待してる、いけるんじゃないでしょうかね。さあ、ということで開封していきましょう。まあ、どういう感じで入ってるかっていう風なんですけれども、こうだな。はい。ああ、そういう感じで、流速記号、PS、はい。サイバーアイチョイス、はい。ああ、スペーターね。はい。まあ、普通かな、今のところ。せーの、ほい。ああ、ヘルですね。まあ、銀河団、ギャラクシーショットですね。まあ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 、出だしはそんな感じでしょう。さあ、ということで、ちょっとどんどん開けていきますかね。はい。2枚目、お、あ、超次元やと思ったけど違ったわ。経路 DSP、まあ超次元ですけど、違いましたね。あれじゃありませんでした。サンダーバースト、あれすら、ラストストームじゃありませんでしたね。ラストストーム、カモン！あー、一瞬ビビった。あ、これね。はい。これ結構柄的に僕好きなんですけどね。はい。これ 18Y って Y が入ってますかね。はい。さあ、ということで、どんどん開けちゃう。あれ？輝きが見える。輝きが。おー、フォートレスネックス。はい。ゲンジボーイ。ゲンジボーイ、ピアニスト、バンビートですね。はい、なんか、だいぶ光系のカードが多く来てますけれども。この流れでいけるのか。ほっ！おー、あー。でもね、勝負くんのね、時代のカードが来てるから、来るかもしれない、ラストストーム。はい。まあ、来るでしょう。もう来る。これはね、信じれば来るんです。ラストストーム。ほっ！おーっと、あ、やばい、絶対来る、これ。だってこれさ、流れ的にそうじゃん。ほら。なんかさ、あれ？君ちょっと KY だけど、流れ的に来るカード、来そうなカード多い。ほっ！うわー、全然違うし、アウトレイジだし。なんだこれ、どういう基準で入れてるんだろう。普通にアルファベットってだけかな。はっ！おー、ベッカムゼータ、なんかちょっと嬉しいね、ベッカムゼータ。おー、アトランティス、はい、ジャッキービート。あ、なんか今回レアが、キラが多かったですね。そして、ほっ、オーラゴンネックス。まあ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 、まあまあっていうか、まあ、でこれでね、200円じゃねえわ。300円か、300円だよね。まあまあまあ、リスクっていうものがね、ダメージが少ない。ゲンジブラスター。あ、ゲンジブラスターとかね、もう絶対来る流れでしょ、これ、ラストストーム。ね、来るでしょう。せーの。ラストゾーン！うわ！あ、ビビった！ビビった！あ、イズもね。ビビった！今来たかと思ったのに、くっそ、なんか柄の何、真ん中から広がる感じがちょっと2ミリぐらい似てたんだけどね。はっ！はい。デスドラゲディオン。はい、フォートレスネックス、ゲンジボーイ。いやー、来ないっすね、なかなかね。はっ！うわー！ビビった！色合いが似てたサンバーストネックス。お、でもなんか銀枠のキラが多いな。銀枠のキラが多いな。なんかここから。頼むから。あ、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 あ。これに期待するしかない。行くぞ。うおー。ほっ。あ、いい、さよなら。さよなら。あ、あ、あ、ロマノフ。あ、絶対来るって、これ絶対来るって、これ。勝負くん多い。勝負くん率高い。行くぞ。ほっ。わあ、はあ、ビビった。ボルシャクネクスかっこいいな、このボルシャクネクス。ボルシャクネクスかっこいいんだけれども、僕が欲しいのはボルシャクネクスではない。はい。ラストストームですからね。うわぁ、ビビったわ。ハリデルベルクですね。サンバースト、ミサイルバースト、G。行くぞ。ほっ。うわぁ、カツキングジュニアか。カツキングジュニアは嫌いじゃないぞ、僕は。さあ、どんどん行きますかね。さあ、ということで。お、ゲンジブラスターの、はい、キラキラバージョン、クリティカルエボルチャージャー、ゲンジブラスター。ほっ。
ああ、バックレストも、ああ、これはちょっとプロモのやつですかね。はい。ちょっとプロモってなんだわ。はい、ああ、こいつね。はい、はい、はい、はい。はい、もう、読み上げる価値がほぼないようなカード。おー、ロイヤルストレートフラッシュ解除。あ、これのさ、シークレットっていうか、シークレットじゃないけど、ちょっと柄違うやつが欲しかったね。ワルスラーエース、おたけたけ、アズエーザラシー。はい。さあ、行きます。せーの。ほっ。あー、ボルシャックネックス多いな、さっきから。ネックス系多い、ネックス系。あ、勝負君の時代アルファベット多かったからな。でも最近の革命とかもアルファベット多いんだけど。はい、DNA スパーク。あ、DNA スパークはいいですね。アウトブレイク。はい、ルロック J ということで。さあ、行きましょう。ほい。おーっと、ビビった。今めっちゃ今来たかと思った、俺。もうなんかめっちゃ似てるじゃん、なんか。似てないか、そんな。なんかね、ぐちゃぐちゃ、ちょ待って。気づいたらさ、もう全然、うわ、ちょ待って、あーい、あーい。よっ、やった、GOD、GOD 当たるんだ、これ。やった、やった、200円かな、まあ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 。いや、50円から200円っていう。100円かもしんない。さあ、じゃあこれ3枚どうなの、ちょっと待って、待って、ちょ待って、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 待って。GOD4 枚じゃん。やば。やばやばやば。なんだこれは。なんだこれは。嬉しいぞ。さあ、嬉しいんだけども、嬉しいんだけども、なんかほぼ元、200円で売れれば、800円でほぼ元取れちゃったりしちゃったりするんだけれども、僕の欲しいのは、ラストストームなんですよ。入れよう、ラストストーム、ダブルクロス。いや、勝つのね、全然違うよ。勝つのね、ちょっとそうかと思っちゃったし。え、もう、ちょっと待って、あと3パックしかないけど、当たるよね。当たるよね。当たるよね。はい。リャンペイコ、DNA スパークですね。ブリキン将軍。さあ、行きましょう。ほっ！アルカディアス。ダメだ。あと2パック。やばいやばいやばい。当てなきゃ当てなきゃ。ほっ！カツキングギャング。カツキングギャング。あ、カツキングギャングってことは、カツキングギャング。あ、違うじゃん。弾丸王、弾丸王じゃん。なんでカツキングギャングからの弾丸王になった、まあ、いいや、ラストじゃん。でもラストストームだから、ラストで来ちゃったりするんじゃない？ラストストームだから。ラストストームだからね。はい、ダブルクロスでちょっとびっくりした。ラストストームだから。ラストストーム、ダブルクロスが2個もあるよ。これ来るんじゃね、これ。ラストストーム！